よし、ではテキストがめくって18ページね、セクション14-03、フランク王国の発展、メロディング帳からね。メロディング帳の帳は王朝ね。王朝って何ですか？王位を世襲する。王位って何だ？王位はトップ。トップ、何のトップだ？で、ルイジクは王朝なの？あ、税を取る国のこと。税を取る、もうちょっときれいに言える？王朝って権力を世襲する。オッケー。王朝っていうのは政治権力を世襲する一族が王朝。政治権力を世襲する一族が王朝。じゃあこの権力って何ですかというと、暴力を背景に税を払えやと徴税ができるんですよね。まだ惜しかったね。国っていうのは必ず税金取りますかね。国は必ず税金を取って、国は必ず警察、軍隊、暴力措置を持ってます。その暴力を背景に税を取るわけよ。ここに質問。メロディング帳を始めたのがクロービスです。クロービスがフランク諸部族を統一しましたと、まあ、簡単に言うとフランスの原型作ったわけよ。でアタナシウス・ハエ回収しました。これがね、大きなポイントになります。138ページマップ1見てもらって、今までやったじゃん、バンダルとか西ゴートとかさ、東ゴートとかブルボンでやったじゃん。で全部滅ぶんですよ。ところがクロービスのこのフランク王国はすげえ発展しまくるんですよ。他の諸部族と何が違ったかというと、アタナシウス・ハエに回収した。先生、アタナシウス・ハエに回収したら生き残るんですか？どうしですか？アタナシウス派に監修することによって徴税が容易になったんですよ。どういうことかというとね、ゲルマン人っていうのは戦闘バカなんですよ。で、戦はできるけど読み書きできないでしょ。税を取れないんですよ。で、税を取ろうと思ったら官僚機構が必要なわけ。官僚機構っていうのは、まあ、君らがイメージする、まあ、お役所でもいいし、豊島区役所でもいいし、まあ、大企業とかでもいいよ。三角形があって、書類が動いてっていうのは官僚機構です。がないと税取れないんですよ。で、問題。世界で一番長く続いている官僚機構は？カトリック。カトリック。アタナシウス派に改宗しましたよっていうのは、カトリックと提携しましたよ。カトリックを機構として使うわけ。君らはさ、今ここで勉強してるわけじゃん。ってことは、その将来就職って言ってもさ、まあ、職人になるわけではなくて、基本的に、まあ、役所なり大企業なりに入って仕事をするでしょう。そういうことを想定してるじゃん、まあ、だから今受験しようと思ってここに来てると思うんだけど、仕事をするっていうのは何かというと書類を裁くんですよ。君らがやってる受験勉強っていうのは書類を裁く練習です。受験ができるやつは基本的に書類を裁けます。今さ、こんな分厚い紙をバンと出してこれ理解しておいてって言われても、多分君ら面食らうと思うけど、国立総研に通る学力があるならこれできるんですよ。国立総研に通る連中っていうのは頭から一枚一枚読んでいくんじゃないんですよ。最初に目次見て、とりあえずこれとこれとこれをまず押さえてから、その後これ見ようかと、必要であったらこっちは見ればいいかなっていうふうなことができるんですよ。受験勉強クリアすれば。小説と違うでしょ。1ページ目から読んでいくんじゃないでしょ、受験の参考書とかもさ。で、坊さんっていうのはその聖書をさ読んでさ、
官僚機構の中にいて、あったことは全部上に報告して、上から降りてきた書類に関しては全て従うっていうものなんですよ。で、そういった官僚機構をゲルマン人は持ってないわけ。だって読み書きできないから。だからローマカトリック教会と仲良くしてローマカトリック教会を使いましょうって話になったんです。それがアタナシウス派の提携なわけ。で、支配階層ですよ。クロービスはゲルマン人のトップですよ。軍人さんのトップですよ。武士のトップですよ。けど、税金を取ることできないから、支配しているローマ人、旧ローマ系住民の宗教であるアタナシウス派に改宗して、キリスト教を使って人心も統合するし、キリスト教も使って、この官僚機構を使って、挑戦もしていこうと。で、ここで確認したいのは、支配者が非支配者の方におもねる、支配者が非支配者の方の文化に合わせるケースがあると。その代表的な例としてクロービスのアタナシウス派の改宗があるわけ。ローマを滅ぼしたゲルマン民族がローマの宗教に従うわけよ。同じようなケースは支配階層が非支配階層の協力を必要であると。で、非支配階層の文化の方に合わせるという。トルコ系イスラム王朝がイラン人を官僚にする、うん、トルコ系イスラム王朝がイラン人を官僚とする。文化的に思われた。まあ確かに公用語はペルシャ語使ってて、あ、じゃあ我々もペルシャ、あの上がってくる報告書はペルシャ語だからペルシャ語勉強しなきゃいけないなっていうのはあるかもしれないね。まあ、そこは清朝もそうやね、女神族で漢民族使ってて、だからヌラチホンタジ、ヌラチホンタジ順して公共性権利ってとか、あの辺はさ、子供の頃にさ中国語勉強させられるよね、漢字勉強させられるよね、上がってきた国書中国語だもんね、漢字だもんね、っていうのは確かにあるかもしれないけど、もうこれとも全く同じですわ。戦闘ばかで徴税はできないんですよ。戦闘はできるけど、だから非支配階層の宗教におもねるわけ。モンゴルでペルシャ、イランを支配して、どの国？イルハン国。モンゴルのイルハン国でトップのガザン藩何やった？イスラム教へ改宗。ムスリムに改宗したじゃん。イスラムに改宗したでしょ。戦争で勝って従わせた方が支配されてる方の宗教に干渉するわけ。数年後にはさ、もう就職するわけよ。で、どんなに仕事ができる人間であっても人間は一つの仕事しかできない。あれもこれもできることはないんですよ。ゆえに協力し合わねかんわけ。その過程で相手側におもねる、相手側に譲るってことは多々あるよ。支配しているものでさえ非支配の連中の宗教に合わせることが多々あったんだから。ここまで質問。OK、ブルグントを征服しと、フランス南東部ブルゴーニュ城ですね。暑い人大丈夫？寒い人大丈夫？で、カール・マルテルさんという人が活躍します。カール・マルテルさんはこの人王様じゃありません。救済です。マイルドムス、まあ、英語で言うと、まあ、メジャーですね。ドムスっていうのはその内側って意味です。ドメスティックっていう意味ね。で、ミロビング朝の王権は弱体化し、カール・マルテルが権力実権を握ったよと。どういうことかというとね、
ービスは優秀でした。じゃあクロービスの子孫がひたすら優秀でそうじゃないわけですよ。王朝っていうのは政治権力を接収するもので、3代ね優秀君は続かないんです。優秀君はね2代までしか絶対続かないんですよ。で無能な王様がトップが続いてしまうと、実力のある連中が、実力のある人間がそれを補佐し、最終的には飲み込んでしまうと。メロビング朝の救済になったカール・マルテルが最終的にはですね、このカロリング家が権力を握ってしまったんです。王様いるじゃん。で、君らがイメージする王様って多分こういう王様なんですね。皇帝とか大臣がいてって。で、これはね、受験世界史的に見ると、歴史的に見ると、こっちのは珍しいんですよ。稀なんですよ。新生ってそんなないんですよ。だって新生誰だった？最初置いてないっていうのは。皇武帝。明の皇武帝とかね、陸部直轄とか。珍しいんですよ。大概最初置くんですよ。最初っていうのはこうナンバー2出てこんな感じになるの。ここ最初ね。そんでナンバー2ね。で組織がひっくり返る時っていうのは基本ナンバー2が裏切る。でナンバーズは裏切りやすいです。この組織だとこういう形態だと最初にまず全部情報が集まるじゃん。で最初は重要な情報を王様にあげると、これは別に大したことないなと。ここまでだったら通常、ね、王様の期待通りの最初なんだけど、中にはあ不満があるなと、本当は王様に報告すべきだけど報告しまう言って、最終的にはこう王様取っちゃうっていうのあるわけよ。フランク王国メロビング朝の救済であったカール・マルテル、カロリング家が取ってしまうとか、例えばサラディマ朝の最初だったサラディンがアイユブ朝を作ってしまうとか、裏切りを防止するためにナンバー2を置かないという選択肢もあります。それは真似だけどね。で、カール・マルテルが活躍します。特にトゥール・ポワテ収集が139ページマップにトゥール・ポワテ、パリの南、ウマイヤ朝がイサム勢力が北アフリカからイベリア半島を北上して、スペイン・ポルトガルを北上して、フランス、現在のフランスまで入ってきましたと。で、これを撃退、波に乗ったのはカール・マルテル側。カール・マルテルは息子に言うわけよ。息子ピピンと、俺は死ぬまでメロビング朝の部下として死ぬが、ピピンお前はもうメロビング朝を倒してくれと。ということでピピンがクーデターを起こして彼自身が玉座に座ります。これをピピンのクーデターと表現します。クーデターの定義は統一階級内の権力の交代。なるほど。他は？じゃあ自民党政権から民主党政権に変わったことはクーデターというんですか？武力を伴う。オッケー。非合法的ね。非合法的、ルールから外れた権力の移行ね。ルールから外れた同一階級内における権力の移行。この場合同一階級内というのは同じ戦士階級、支配者階級ということ。ちなみにクーデターって何語？フランス語。フランスはね、政治権力の変遷が非常に多いからね。ピンがクーデターでメロディング朝を廃止しましたと。カール・マルテルとピピンは中国を言うと誰と誰に当たる？俺は死ぬまで一応最小で死ぬわと。
息子何々、お前は正式に権力を取ってしまえ。そう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 、オッケー、そうそうそう、漢王朝の末期に使えたソースで、死ぬまで俺は五感の部下として死ぬから、お前息子宗妃、お前はもう権力取ってしまって、義を正式に建国せえ。カール・マーティンの息子ピピ、ピピの息子がカール大帝で、ここでみんな間違うわけ。よろしいか、これは全部カロリング家ですが、カロリング帳はここですよ。だってカール・マルテルは王様じゃないんだもん。カロリング帳というのはピピン以下です。ローマ教皇の要請を受けて、イタリア半島のランバ、ローマルド族を討伐し、ローマルド族から奪ったラベンナをピピン、ローマ教皇に差し上げましたと。これはローマ教皇領になると、バチカンの起源であると。でここで最後議論したいのが、権力と権威とは何かってなんですよね。権力とは何ですか。暴力を使って人を支配する。なるほど、暴力を使って人を支配する、国家権力ですね。じゃあ権威とは。暴力を使わないで人を支配する。そう、暴力を使わないで人を支配する。例えばどうやって暴力を使わずに人を支配する。宗教。なるほど、宗教とか。伝統。伝統による支配。もう一個は知識。ローマカトリック教会っていうのは全部持ってます。まず神様がいて、お前地獄に落ちるかもよって脅すわけ。人間は将来が不安ですだからね、立ちの悪いやつ、立ちの悪い連中をね、ありもしない将来を想像させてね、ビビらせてる、まあ、それが宗教だよ。伝統っていうのは今まで続いているからありがたいんだと。まあ、日本の天皇制とかこの伝統の支配が大きいでしょうね。天皇制って何ですかって聞いてさ、答えられないんだけど、みんなそれに従ってる。みんなで言うとあれだけど、大方の人間は天皇制を肯定しているのは今まで続いているから。で知識、まあ、実際ローマ帝教会は読み書きができます。で今君らはさ、読み書きできるから別に大したことないと思うかもしれないけど、中世の時代ってさ、識字率ってさ、もう数パーセントしかないわけですよ。読み書きできる集団って非常にありがたいわけですよね。ちなみに日本の天皇も同じもの持ってますね。国家、神道のトップだったし、神道のトップだし、長らく続いてて、2000何百年一応続いてるという形になってて、で、昔は農業指導してましたので、権威、人はね権威に従うんですよ。ここら辺の考察は大事ですよ。君らが対象とするのは人間だからね。うちらは理系じゃないからね、機械を扱うんじゃないんだよ、人間を扱うんだよ、組織を回すんだよ。だからここらに関する考察は今のガキの段階からしっかりしとかないと間に合わないんですよ。で人を動かす権力だけでは足りない。ピピンは確かに実力はあった、配下に武装集団を持ってると、けどそれだけでは人はついていかないわけで、ピピンのクーデターの時にローマ教皇は言ってくれたわけ、力たるものをたれって。あ、ローマ教皇もピピンのクーデターをね、承認されるんだということで、ピピンががっつりガロリング帳を作ることができたわけよ。でそのお返しということでピピンの騎士なわけ。
ローマ部族っていうのがローマ教皇の言うことを聞かない連中でと。ローマ教皇は暴力は持ってないわけよ。だから暴力を持っている PP にお願いするわけよ。遠征して倒してくれと。困りますもん。権力と権威っていうのはこれはね、ある。湯気先生は正直言う感覚的に分かんないです。あの天皇制に対して否定的だし、ただどの時代も仕組みはある。例えば日本の行政のトップである首相を指名するのは何々が指名するよね。国会は指名するじゃん。国会の指名を受けてじゃあすぐに首相になると違いますよね。どこに行かないか。指名された安倍さんはどこに行く。皇居に行って天皇から任命されるわけよ。小6の時やったろ、指名と任命ってやったじゃん。あれは権威と権力の違いですよ。日本で一番強い権力機関はどこですか。小6の時やったろ。国会。日本国憲法そのまま読み上げると、国会は国権の最高機関、一番権力あるのは国会なんだけど、じゃあ国会が指名したからといってそれが有効かというと有効じゃないんですよ。天皇の任命がいるわけ。形だけかもしれないけど、その形が重要なんですよ。でそういったものはもう昔からやってるの。これやらないっていうやり方ありますよ。やらないっていうやり方あるんだけど、そういう組織はね、何々になりやすい。わかる？中で揉めやすい。先進国の中で極端に内戦が少ない国は日本と。先進国の中で極端に内戦が少ない国、日本とイギリス。イギリス共通性は国家元首が権力と権威が分立してるんですよ。権力と権威が分立してる場合は安定する傾向が強いです。フランスみたいに、もうカトリック教会を追い出せとかさ、もう我々が決めた政府がこれ一つでいいじゃないかっていうような純粋な共和国の場合ってさ、まあ、内戦やったり多いんですよ。で何が言いたいかというと、その権力と権威が分立する組織っていうのは昔からあるし、中世はそれが特に多いし、現代でもありますよと。でそういったのは安定している傾向が強いです。この質問ではカール大帝ですね。で、カール大帝はピピンの子で、まあ、終始139ページマップ2のようにヨーロッパを広く支配します。ザクセンを打ち、とロンバルドも打ち、とだゲルマン諸部族あらかたやっつけます。でゲルマン諸部族以外も敵がいて、テキストモンゴル系のアバール族、139ページマップ2アバールチェックして東ヨーロッパに展開していますが、パクパク攻めてきたわけで、これを撃破しと。またイスラム勢力と戦いました、イベリア半島で。これレコンキスタの開始と考えていいです、この辺がね。でこのようにゲルマン諸部族を打ち、ヨーロッパを広く統一し、西ヨーロッパを広く統一し、反キリスト教であるアバールとかイスラムを撃退したと。でこういった功績からカール大帝に至るわけだな。